はい、皆さんこんにちは。今日もやっていきたいと思います。前回ですね、倉庫がカードから普通のこちらの方ですね、これで建てれるようになったところを発見したところですね。で、人口は110人まで進めるところ、今105人までいます。ここまで育てました。では今日もやっていきたいんですけど、まあこちらの方のですねクエスト的なのをこなしながらやっていこうかと思います。で今足りないのは小麦とかですね。小麦とかが足りないので、そこら辺どう補っていきましょうか。多分これって刈り取っても、倉庫がなかったので搬入できなかったのかな。よいしょ、キャンドル工房、まあこれはまだいらないけどな。で、ここら辺でもまだ建ててませんので、こういうところ建てていきたいと思います。で、レンガかな？レンガのところも。作れるようになったらどんどん置いていきましょう。レンガがあれば、この家とかもアップグレードできるので、アップグレードしていきたいと思います。他に足りないもの、食料はあるし、これなんだ？鉄か。鉄はあるけど、あれですね、まだ加工ができない感じなのかな。あ、鉄の延べ棒、これ必要なのか。あるかな、鉄の精錬所、これですね。これを買って、少し、手札がいっぱいになっちゃった。消しして、こちらで鉄の延べ棒も生産できるようにしていきたいと思います。その前に道を引いていくか。よいしょ。道を引いていきましょう。これどこだろうな。ここら辺、ここまでしか行けないんですね。ここから引きましょうか、まっすぐ。よいしょ。初期設定が必要。あ、貿易会社ですね。これは、貿易会社はいらないものを自動的に売ってくれたり、足りないものを自動的に買ってくれたりするやつなので、輸出していらないものをどんどん売りましょうか。魚だな。魚を売りましょう。検索で魚と入れて、どれぐらい保存しておきましょうかね。800ぐらいでいいか。あ、保存になっちゃった。800ぐらい、目安にいきましょう。よいしょ。で、これで自動的に売買してくれます。こちらは工場系を作っていこうと思うので、どんどん作っていきましょう。よいしょ。で、少し森が邪魔なので、これで消していこう。鉄の精錬所と養蜂所も作っておくか。どうしよう、こっちにしようかな。よし、これで、いけるでしょう。で、レンガももっと作っていきましょう。どれぐらい必要かな。ああ、延べ棒は、ああ、こういうやつか。ああ、そうか。ツールね。ツール作るためには必要ですね。とりあえず一つずつ買って、様子を見よう。とりあえずこんな感じかな。レンガも作ろう。縦にも道を引いてつなぎましょう。よし、これで工場系はひとまず大丈夫かな。問題は住宅ですよね。住宅。住宅地を増やしていかないといけないんですけど、どうしよう。ここら辺をもっと住宅地にしていいのかな。あれ、イベントリーがいっぱいって言われてるな。運ぶ人数がいないのか？手動になってた。自動にしときましょう。わ、むっちゃ運んでますね。なんかわからないですけど、むっちゃ運んでますわ。ビールが達成して、まだ陶器とかが、まだなんか。陶芸を置くべきかどうかですね。ただもう、この中には置けないので、家具むっちゃいっぱいあるな。こっ
一応住宅系にしたいので、住宅系、あ、でも家が遠いと仕事場までも遠くなってしまうんですよね。あ、難しい、難しいな。酒場とかも作っていくかな。なら酒場で幸福度を上げましょう。ありましたね、酒場を作っていこう。これにはまたビールとかウォッカも必要なので、これらも作っていきたいんですけど、畑系作りたいな。家を作りつつ畑系を作りましょう。これ1回だけとりあえず家にしよう。ここは家地帯にすることにします。何軒建てたかな。確かなんか人口抑制入れてた気がするので、人が増えすぎた場合は勝手に抑制してくれたかな。まあとりあえず今は一か、食料も間に合ってるのでどんどん建てていきたいと思います。よいしょ、こんだけぐらいあればいいかな。空いてる時を見計らって建ててもらいましょう。あ、これ入れてないのか。まだ入れてませんでしたね。よし、で狩りしようかどうか悩むな。狩りしなくてもいいでしょうね。よし、で技術ツリーを行きましょう。じゃがいも作ってないとできないので、羊から洋服を作りましょうか。よいしょ、薬品工房は作ろう。よし、これは重要ですね、薬品系と。延べ棒がないか。これは何を作って、養蜂場を作ってるんですね。グレードチームは、あ、レンガも結構あるな、よ。これで鉄の延べ棒が作れる感じですね。優先順位、仕事の優先順位をつけないといけないかな。食料がいっぱいあるんで、釣り具合はちょっと外してもいいな。石も、石どれぐらいだ、石ある。あ、石全然ないな。石は頑張ってもらいましょう。もうないのかな。食料品はそこそこあるので、果樹の質は下げよう。何が必要なんだ。鉄の鉱山精錬所、まあ人はいっぱい入ってるので、こんな感じでいいですかね。材料がないのは何だろう。あ、石炭系が必要なんですね。石炭系はどこだ。あ、ここか。ここ石炭あるはずなんだ。これか。あ、しまったな、これ。石炭掘らないといけないのに。石掘っちゃってるな。これを消して違うのにしよう。まず石を取る場所を作りましょうか。まずはいらないものを全部削ろう。こっち側に石を掘ってもらって、ここから石炭を掘りましょう。ビールがないんですね。小麦がないので何もできない。よいしょ。では小麦も生産できるような場所をいっぱい作りましょう。とりあえずこっち側もだな。動物さんたちは悪いけど消えてもらおう。よいしょ、ここら辺まで消えてもらいましょう。で、ここら一帯は畑コーナーにしましょうか。あ、でも、
でもですね、あれかな、あーそうだね、やっぱり吠えてないのでは精査に向かないですね。そうするとやっぱこっち側を小麦地帯にするべきか。なかなか難しい。で、家から遠くても確かダメだったと思うので、ここら辺にも家をまた作っていきたいと思います。あ、仕立て屋さん。これは買わなくていいか。よいしょ。レンガ作りの町。倉庫も置いてあるので大丈夫ですね。建設者がいなくなってるな。建設者は常に5人ぐらいは確保しましょうか。よいしょ。で、畑をどうしようか。こっち側を畑にするか。困りましたね。紙を輸入しておきましょう。そして紙、よいしょ、違う、よいしょ、これですね。どれぐらい、300全部いくか。これで大体5000ですね。入手しましょう。でどうだろう、家のアップグレードも石系があるからするか。問題はこの辺レンガですよね。まだ足りないんですけど、ちょっとずつしていきましょう。アップグレード、倉庫は余裕ありますね。倉庫は自由に建てれるようになったのはかなりでかいな。今まで何かと建てれませんでしたからね。よいしょ。じゃあ何か建てようかな。無理か。よいしょ。初めて4の家を出ましたね。必要なのかな。綱の延べ棒の生産がまだまだなんですね。あ、鉄鉱石はめっちゃ増えてきたのか。鉄が追いついてませんね。今紙が届けばとりあえずアップグレードできるので、アップグレードしましょう。炭もないのかな。これ200ぐらいにしましょうか。紙届いた。紙届きましたね。アップグレードしましょう。よいしょ。早く自分でも紙作れるようになるといいですね。よし。で、切り取りがまだ終わってないのか。ここら辺どに何か倉庫欲しいところですよね。行けるかな。道が通れば行けますね。よいしょ。この辺鄙のところにいいかな。ギリ建てられないかな。しまった、道をちょっと多く作りすぎましたね。よいしょ。よし。で、ここにもこっそりして倉庫を建てときましょう。まあこういう資材置き場よりよっぽど倉庫の方が入りますからね。もうなんか肉とか放り投げられてるのはすげえ気になるな。よいしょ。でもよいしょ、もう建てていくか。建てていこう。しようかな。で、ここら辺と一体とりあえず20番か。今まあいいや、立てていこう。42 49。
しいな、63か。64なんだけど、まあ、やっぱ63。で、行こう。あとは何が足りないかな。レンガもだいぶ出てきてきましたね。ちょっと延べ棒が少ない感じがするな。ちょっと、モチベーションもらうか。ここら辺のいらないんですよね。お、時代が4になったって書いてありますね。これなんだろう。採掘所。新天地。これもなんか新しい、建物なんですかね。なんだろう、これは。サービス。なんだって、運搬か。これは、なんだろうな。一回、これにしてみよう。よし。羊の牧場は今はいりません。工芸とかもいらないかな、もう。よし。人口が150に行かないとダメですね。わかりやすいように。どこか。よいしょ。あら。72、64。ここまで引いときましょう。よし。あれ、薬系がなくなってる。医療系がなくなってますね。うわ、やばい。それはまずいぞ。原料不足になってるな。とりあえず、工場か。いっぱいアップグレードしておきます。薬草ないの？貿易で買いましょう、薬。こっちの薬をもう直接買ってしまいます。あ、3000じゃなかった。よいしょ。やばいな。これは早くしないとまずいですね。よし、こっちにも家とかを徐々に作っていきましょうか。これは言われないのかな。よいしょ。あんまりやると言われるかな。を買おう。どうしようかな。こっちは進めるのか。進めるの微妙だな。まず道を通します。こっちに住宅地を建てておくか。まだ人は住めるんですけどね。を立てていきます。失敗した。もういいや、真ん中に通そう。よいしょ。何かな、もう一個欲しい。で、こっちにも畑を作っていきましょう。よいしょ。畑を作ろう。違った。よいしょ。あと1個ぐらい作れるかな。狭いやつしか作れませんね。で、ここは、薬草を作るのと、じゃがいもですね。じゃがいも作っていきましょう。じゃがいも作っていかないと、ウォッカ作れませんので、ウォッカ作るためにもジャガイモを育てます。よいしょ。また風車とか欲しいな。風車。ああ、ギリ立てられないな。ここかな。で、生産効率を上げていきましょう。で、この辺はまだかな。よし、ここに石の採石場を取りましょう。採石場。かな。
採石場をこちら側に置いて、ここは石炭ですね、掘ってもらうことにしたいと思います。あ、もう実際でも今だいぶ余ってるな。よし、建設者が全然足りてない。いろいろなものがこっそり足りてませんね。食料も若干やばくなってきてるな。これが食品、保管できるんだこれ。そうか。ならどうしようかな。にモチベーション入れとくか。鉄系があんまりまだできてませんね。もうちょっと、よし、鍛冶屋。よいしょ。鉄をもうちょっと作らないとまずいかな。よいしょ、電波工房これでパワーアップしたぞ。鉄があんまりないですね。で、鉱石があっても鉄がない。ということで、鉄の延べ棒を作ろう。だな。いや、建設が全然間に合ってないな。よいしょ。栗も作らないといけないし、小麦も作らないといけないですね。で、食べ物もか。結構大変ですね。よいしょ。アグレードは OK。倉庫の方も全然まだ入りそうですね。たくさん作ってありますからね。ただイベントリーがいっぱいって言われてる。こいつは困ったね。人口の方も大丈夫ですね。よいしょ。あ、もうちょっとで研究系がいけそうだな。他がある。図書館が確かあったはず。図書館も建てていこう。どっちだろう、ここかな。一つずつ建てていきましょう。小麦はどこ。あ、小麦は139か。まあまあだな。で、小麦粉が176か。生産が、まあまあですね。よいしょ。建設が追いついてないな。自動にすると何人になるんだ。あ、建設者ばっかりになった。これなら自動でも良さそうですね。資材運びよりもやっぱり建設の方が追いついてないのがダメですね。これ何が入って、鉄鉱石か。鉄鉱石がやばいぐらい増えてきたな。炭もない。いろいろないですね。こういう時にワイルドカードが役に立ちます。こんな感じでかな。よし、技術解放しましたね。採石場、よし。範囲があったってことは、それに対する効力が生まれるんですよね。150に行きましたね。ということで、どれにしよう。鎖国か。それは嫌だな。これぐらいにしときましょうか。学校を購入します。こちらの方は何ですかね。カートを利用してなんとかかんとかって書いてありますね。なんか移動物販とか早くなるのかな。今ちょっ
かりませんね。よし、まあしゃあない。でこちらで石が取れるようになったので、こちらを潰します。よいしょ、ここはもういらない。で石炭を掘るやつをやりましょう。作られちゃった、こっちの方はまだ全然作ってないですね。よいしょ、いろいろなものが行きましたね。移民は今止めといてもいいんだけど、とかも足りない。あ、食料がそしてやばくなってますね。パン買っていこうか。パンを300ほど輸入しましょう。食料問題が起きてますね。これはまずいぞ。これで果樹でない木も切ろう。こっちにこっそり果樹園を作っておきましょうか。ここら辺でいいか。家も作らないとどうかな。どうなんだろう。倉庫はここにしよう。果樹はどれだ。果樹を植えましょうか。こっちの方がいいかな。でついでに伐採もしよう。で、火事でない木を、以外の植林を、果樹を優先で、果樹以外を伐採しよう。うわ、3200もかかるのか。研究も終わったので、研究もしていきたいと思います。これかな。何かわからんか。あ、市場でもいいな、市場。まあいいや、とりあえずこれでいきましょう。果物をとりあえず購入しよう。果物を生産して、そして果樹を取れるようにしていきましょうか。こっち側もまだ生産が追いついてないな。建設者が少なくなってきましたね。人口の割合的には建設者が少ない。ただ人口はどんどん増えてますね。よいしょ、もっと増やすか。でもあんまりいっぺんにやっても出れないんだよな。ということでここを買って部族を入れます。仕事幸福度これにするか。よし、部族は1になりました。ということで、どうしようかな、これ。よいしょ。幸福度を上げておこう。あ、そして、部族入れたら人がマックスになってますね。やばい、これ。家がないよ。困ったね。薬草も作りたいんだけどな。いろいろ作りたいものがありすぎますね。ただ生産が追いついてない。あれ、マイナスってなんだ。あ、税金を取ったかなんかかな。今川がむっちゃ増えたな。川とこれ鉄むっちゃ多いな。船で交易しながら自動的に売却できるようにしたいですね。資材は全然大丈夫。よし、家も建ってきたので、ホームレスも大丈夫ですね。よいしょ。
砂漠は家にしよう。よし。よし、こんな感じでいいですかね。レンガが足りない。鉄が多いですね。革もいらないぐらいあるな。もうちょっと洋服とか衣類を作ってギアを上げるか。衣類系ですね。キャンドルも欲しい。洋服工場を仕立てやった。これだな。ああ、でもこれ嫌がるのか。嫌がるんですね。あ、ホームレスになった。よいしょ。まあ、しゃあないな。家全然足りないや。わあ、困ったね。食料もないですね。食料も全然ないや。やばい、これ食料を作るところをもっと出ましょう。どうしよう、キノコ栽培。栽培もしよう。いや、もう全然追いついてませんね。小麦はある、小麦粉はあるってことはパン屋が必要だな。パン屋さんをもっと作っていきましょう。よいしょ。これを、そうだな、もっと炭鉱を取れるようにしないとせんよね。石炭、取引は木材を売ることにしてるのか。これはなし。多いのはなんだろうな。川かな。川を売りましょう。ここだ、川。よし、わからん。2000ぐらいで上回ったりしましょうか。よし。ということで、だいぶ発展して今182人ですね。ちょっと家は足りませんが、結構成長しました。今後は家を作りつつ、どんどん食料品を生産できないといけないので、食料品の方かな、力を入れていきたいと思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。